お前はよ、みーちゃん。お前な。ことみ、もう一つあるだろう。ほら。はい、パパ。ありがとな。どういたしまして。ねえ、パパのおじいちゃんのおじまだ。あともう少しだよ。おじいちゃんといえば、あの人もまだいるのかな。あの人って？お前の方が親しいもんな。今度は俺にも紹介してくれよ。あれは新婚初めての夏休み。この列車に初めて乗った時のこと。忘れられない不思議な出来事があったのです。まさか入江くんが旅行セッティングしてくれるなんて夢にも思わなかったな。優しい旦那様で私幸せ。散々寝取っといてよく言うよ。ねえねえ入江くん、九州のどのあたりを回るの？ホテルはそろそろ教えてくれても。着いてからのお楽しみ、二人で2週間のんびりできればそれでいいだろう。もちろん入江くんと二人っきりならどこだって。入江くん、こんなところにホテルがあるの？人も全然いないし。ああ、二人っきりだな。意味が違う。もう少し歩くぞ。あ、ちょっと。入江くん、ここって普通のお家だよね？もう。あ、そっか、民宿か。いいよね、民宿っていうのもアットホームで。お袋の実家だよ。え？みんなに紹介するのが遅くなったけど、これ俺の奥さんのことこ。ことこです。よろしくお願いします。全員紹介してくから覚えろよ。はい。まずばあちゃん。よう気にしちゃったとね、ことこさん。おじの慶三、その長女めぐ、長男たけ、次男とし、こっちはおばのあきこ、その長女まき、弟のひろとやすは双子だ。その隣がおばのひろこ、その長女みき、次女ゆき、それから長男のけん。わわ、同じ顔がいっぱい。覚えられない。直樹兄ちゃん、前に美人やなかとしかんって言うとったじゃなか。東京に住んで目の悪うなったじゃなかと。お兄ちゃん、頭もあんま言わなかったった。なんだか顔だけじゃなくて性格まで入江くんに似てないか。手からしか。久しぶり、じいちゃん。直樹、その女子が我が嫁か。ああ、はじめまして、ことこです。
ガバや頭の悪そげな顔ね。それにコンテ、コンテは家事やっとらんてたい。こんなことなっとらん。意識家の嫁にふさわしかおなごと思えんたい。もうじっちゃん、ことこさん驚いとったでしょ。なんぼ言うが、わしの目の黒川うちは直樹の嫁にふさわしかおなごじゃなかなんば認め。よし、ここにおる間にわしを叩き直してやるけ。ま、言い出したら聞かない人だから頑張れよ。こら、どげん、乱暴かもぎ方してどげんすっと。な、何よこんなののもぎ方も何も。何が文句言うとっとか。口よか手は動かしんしゃい。それが終わったら次はのすばい。まだあるの。なんでこんなことに。私と入江くんの熱々の夏休みは一体。腰がずっと中腰だったから。ほとこさん、東京ののっちゃんから電話とよ。のっちゃん、もしもし、ことこちゃん、もしもし、もしもし、お母様。やっぱりそこに行ってたのね。九州って言うから嫌な予感はしてたのよ。お兄ちゃんったら、うん、大丈夫？うちの父やおいっ子めいっ子たちにひどいことされてない？お母様、私もう帰りで。のりこか。おお、よか嫁子の来てくれたもんじゃ。幸せもんじゃのう、直樹も。ちょ、なにや、心配せんでよかよか。はい、おやすみ。こげんで言わんと、のりこのやつを飛んできそうやけんね。そうはいかん。早お風呂で入って寝らんね。明日も早かばい。意地悪じいさんめ。よ、元気そうだな。入江くん、今までどこに。勉強するにはいいところだからな。おかげではかどったよ。何よ、二人っきりなんて言って嘘つき。一度見せておきたかったんだよ、お前に俺の田舎を。入江くん、満天の星空の下で見る入江くん、なんてかっこいい。やっぱり私も来てよかったかも。直樹兄さん、お邪魔じゃなかね。いいよ、何。お邪魔よ。実は琴子姉ちゃんの歓迎会ばしようと思っとったよ。え、歓迎会。なんちゅうたっちゃ、憧れの直樹兄ちゃんの嫁さんやけんね。こんからは親戚やし。みんな待っとけんが、はよ行こう。みんな、はよはよ。入江くん、ごめん、ちょっと行ってくるね。ごゆっくり。恋は一色家に伝わる話だい。今から10代前の一色家の主の嫁が使用人と浮気したんやと。そういば知った主は嫁とその男を切り殺してしまったってた。これのどこが歓迎会。嫁な、主ば恨んで恨んで、恋からこの一色家に来た嫁は10代目ごとに呪うてやるって言い残して死んでいったんよ。そんで次の10代目の嫁、そっか、ことこさん、あんたね。ねえ入江くん、トイレ行きたかったりしない。しない、俺はついてかないぞ、ガキじゃあるまいし。なんで田舎の廊下でこんなに暗いの。あれ、トイレどっちだっけ。一色家に来た嫁は10代目ごとに呪うてやる。あんな話、どうせあの子たちのデタラメに決まっ。ナンバショットか。あ、トイレ、私たちの部屋の前だったんだ。あ、おじいちゃん、私が出てくるまで待っててくださいね。絶対よ。みんなに意地悪されるし、あんな怖い目に遭うし、もうこんなとこやだ。俺はここで生まれたんだよ。初孫だったからじいちゃんにすごく大事にされてね。小さい頃から直樹の嫁は俺が決めるってよく言ってたんだ。
だから本当は結婚前にお前をじいちゃんに会わせてきちんと認めてもらいたかった。お前ならそれができると思ってたし、何しろ俺の選んだ女だからな。入江君、でもお前がどうしても帰るって言うなら仕方ない。いやだ、誰が帰るなんて言ったの。あと2週間私はここで思いっきりバカンスを楽しんじゃうんだから。見てて入江君、私負けない。絶対おじいちゃんも認める完璧な嫁になってみせるからね。さすがだ琴子、じいちゃんに認めてもらうなんて。入江君のためなら私に不可能はないわ。嫁の分際でいつまで寝とっとね。すいません。何枚だ、何枚だ、何枚だ。壊すか、壊すか。毎日こんなんじゃ嫁として認められる前に死んじゃう。琴子さん、琴子さん、こっち来てちょっと休まんね。うわー、入江くんだ、かわいい。じっちゃんのことはほんなことすまんね。琴子さんに直木場取られた思ってやきもち焼いとっとよ。少しかいだ我慢ばして付き合うてやってくんしゃい。やきもちか、おじいちゃんもかわいいとこあるじゃん。入江くん、ついてかないぞ。ひどい、お化けでも出たらどうするのよ。またおじいちゃんなの。脅かさないでよ。そうや、わしのセリフたい。それでなくても10代目の呪いの話聞かされてビビってるのに。10代目の呪い、なんでそれは。おじいちゃんも知ってるでしょ、10代目の当主が浮気した妻と愛人を切り殺したっていう話。なんじゃと、どいつがそげんこと抜かしたか。ケンちゃんよ。ケンは赤ん坊たい。え、あ、そうだっけ、ほら、あの髪の赤い高校生の。かけか、よもそがんこつば。もう怒ったまい。よし、お前によく話も教えたるけん。え、よく話。夕べはすっかり盛り上がっちゃったな。おじいちゃんってなんだか夜の方が話がわかるみたい。ことこさん、ちょっと。今みんなで夏休みの宿題ばしよるとよ。え、宿題？合戦わからんところの大賭け、ことこさんに教えてもらえたかとよ。なんちゅうてもあの直樹兄ちゃんの嫁さんやもんね。うちらよか頭よかろうもん。入江くん、いいじゃん、教えてやれば。そんな。早速バッテン、こい高一の数学10秒くらいでわかっと。こいつら、私に恥かかそうって魂胆ね。分かったわよ、そっちがその気なら。タケちゃん。あ、なんね。私ね、この問題の答えは知らないけど、一つだけ知ってることがあるの。え？あなた中学の修学旅行で夜、お母ちゃんって泣いたんだってね。何倍やと。タイガリ言った。タケ、本当か。お前そんな突っ張ってるくせに。直樹兄ちゃんまで。チクシュー。タケ兄ちゃんでもまさか。直樹に笑ってるけど、そういうミキちゃんも。なんで。あなた小3の運動会の時、ブルマのゴムが緩くなって。私ことこさんの代わりにトマト剥きしとっけ。おいは鶏小屋の掃除でも。うちは洗濯物干しといてやるけんね。おいは風呂の巻き割り。やるな、お前。でしょ、じいちゃんのおかげ。ん、おじいちゃん。ん、やったよ、みんなに逆襲成功。ゆうべ教えてくれた話のおかげよ。はん、ゆんべ。わけわからんこと言うとらんで働かんか。え、なんで。もしやおじいちゃんってば二重人格。だけ、あの嫁と来たら。もういい加減認めてやんしゃい。
頭悪かけどよう頑張っとんばい、ことこさん。ん、なんねお前ら、急にあれの肩は持ちよって。ふん、わしはまだ見と、そうたい、この手があった。え、あけび取り。あ、じいちゃん、そらなんぼなんで無理たい。おいでん、裏山のあけびな、見つけきらんかったばい。一本道明け迷いはせん。わしは死ぬ前にあのあけびはもう一遍食いたか。わしお前が取ってくることのできたら。できたら、直樹の嫁として認めてや。あ、本当に。九州男児に二言はなか。行く、行ってきます。やめとけよ、一本道であっさり迷って遭難しかけるお前の姿が目に浮かぶぜ。うんうん、絶対やる。だってお料理お裁縫を急にうまくなれって言われても無理だけど、これなら私だってできる。ラッキーチャンスよ。ったく、お前ってほんとすごいよ。じゃあ行ってきます。待っててね、おじいちゃん。今夜はあけびパーティーよ。どうせすぐにネバあげて戻ってくってたい。そうかな、じいちゃん、あいつのことあんまり見くびんない方がいいぜ。なんせこの俺が落とされたんだからな。ふん。が一本道なの。どうしよう、あけびなんて見つからないし、もう帰り道もわかんない。こんなとこで入江くんのお嫁さんとして認められることもないまま、ごめんね入江くん、ごめん。ふん、どうせこぎゃんことだろうって思うたばい。これが総体。すごい、あけびってこれなんだ、すごい。ほれ、さっさと取らんか。あれ、でもおじいちゃんどうして案内してくれたの？私のこと認めてくれたの？そうね、頭悪かばってん根性のあるとは認めるたい。直樹には匂とるかもしれんね。おじいちゃん、あいつも本当は分かっとるとよ。あいつ今度来るときは赤ん坊でん連れてきんしゃい。あ、赤ちゃん。ほれ、ぼーっとしとらんで、はよとらんね。はい、よかった。おじいちゃんが来てくれなきゃ、私完全に迷子だったよ。コトコ、コトコ。あ、入江くん、無事でよかった。お前よく一人で。それがね、おじいちゃんが、あれ、どこに行っちゃったんだろう。先に帰っちゃったのかな。うわ、うわ、こらよかあけびたい。コトコさんがすごか。ごぼいすごか。よう見つけきらんした。ほいで文句ばなかるじっちゃん。おじいちゃん、ようやったな、コトコさん。あんたの根性にあったつぼたい。直樹と仲良しし。やったひりえくん、やったよ。たく、はしたなかね。おじいちゃん、いつも陰で助けてくれてありがとう。なんのことね、直樹、この夢は何ば言うとっと。いや、それが。もう、今さら照れ隠ししなくたって。一体どういうことね。おじいちゃんたらみんなに内緒で山に来てくれて、道に迷った私をあけびの木まで案内してくれたんですよ。なんでわしは。え、じいちゃんずっとうちらと家におったとよ。うんうん、嘘、あれは確かにこの顔。うわー、ほっぺにほくろがない。あのじいちゃんには大きいのがあったのに。あ、顔にでっかいほくろのある。じいちゃんって言うたら。え、なになに。わあ、そうそうそう、この人よ。そん人は
10代前今夜の当主だった一色菊之助たい。10代前って奥さんと愛人を殺したっていう。はあ、なんでそう言わ。菊之助さんは確かに女房に逃げられたばってん、そげな恐ろしかことはせん。そいに200年も前にノーナットラストよ。だって私夜会ってよく話して みんなの秘密だってこの人から聞いたりして。うわー、幽霊だ。いつも見られたとか。何万ダブ何万ダブ。今度は赤ん坊でん連れてきんしゃい。気にしちゃったね。あのね、すぐ